自身初のフルアルバムが韓国で12年ぶりとなるミリオンセールスを記録し、続くセカンドフルアルバムでもミリオンを達成した EXO。 彼らが放つ音楽はなぜ多くの人を引きつけるのか。今回はミュージックビデオにフォーカスし、その答えに迫る。마음같았다면이제아마라는곡이저희가데뷔곡이기때문에처음부터저희를알게해드리고싶고여러가지좀다양한컨셉들과다양한모습을보여드리고싶어서그마마뮤직비디오는저희가이제처음찍는뮤직비디오이기도했고그리고굉장히오랜지금까지찍었던뮤직비디오들중에가장긴시간을투자해서찍은뮤직비디오인데일단저희 EXO 가굉장히퍼포먼스가짙은그룹인데늑대와미녀를보시면이런컨셉으로춤을추고노래하는애들이있구나늑대와미녀같은경우는일단저희가정말진짜늑대처럼동굴도만들고그리고늑대형상의귀를만들고뭔가안무동작같은게늑대를연상시킬수있는안무가굉장히많아요그뮤직비디오를보면은저희가퍼포먼스를정말새로운시도를한거를여러분들께서보실수있으실것같아요사실그외에도저희노래가다양한컨셉으로굉장히많이나와있거든요늑대와미녀뿐만아니라그뒤에다른노래들도기회가되신다면뮤직비디오한번씩봐주셨으면좋겠어요저이번타이틀곡 Love Me Right 이라는곡은이제저희가지금껏활동했던노래들중에서가장좀밝고신나는노래인데뮤직비디오에서춤이나그런모습이퍼포먼스를하는모습만많이나왔었는데요근데이번에는이제멤버의개인마다이미지컷들을많이이렇게사용을해서뮤직비디오가멋있게나온것같아서엑소가放つ音楽それは個性が織りなすボーカル力他に類を見ない圧倒的なダンスパフォーマンス独創的な映像表現それらが調和され見るものを虜にしていくのかもしれない EXO ワールドツアー日本公演までの道のりを EXO チャンネルがフィーチャー개인적으로저는어떤무대를할것이다어떤색깔로여러분들에게보여줄것이다이렇게보면정말후회하지않고평생기억에남을만한저도그렇고와주신팬여러분들도그렇고그런나를만들고싶어요 EXO 채널